どうも、川崎の家長、多分もっと似合う髪型あるよね。でおなじみレオザフトボールでーす。どうも、報道に出た人全員来たらみんなやる気なくなるかもしれないよね。でおなじみ周期キノコです。フェルナンド・トレスはいいでしょ。サガン鳥栖のね、フェルナンド・トーレスを年俸5億円で呼んでくる説。嬉しいっす、テンションも上がります、とりゃいいってもんじゃない。でもイバルボいるから、イバルボいます、まあ、イバルボさっきもね冷静に考えましたけど、確かイバルボいるからフォワードいらないんじゃないのかと、田川もいる、アン・ヨンもいる、小野もいる、小野もフォワードなんで一応フォワードできます、でもまあ、 あの器用なんでトップしてやってますけど、でもそんだけいるんだから、前は充実してるから、中盤じゃないかと、僕はパスを出せる人間、まあ、原川いますけど、僕は原川もう一個かなと。加藤くん取ったじゃん。あれ鬼のような守備じゃないですか。いやいや、加藤くん取ったってことはだって代表選手よ、もっと鬼守備です。鬼守備、あ、なに、ゲームを作れる選手がいないと。そうです、組み立てがいないんじゃないのかと。そんな人がいないのに前の選手取ってもボールが届かなきゃ点が入んないわけじゃないですか、じゃあ組み立てをできるセンターバックってこと。センターバックでもいいし、ボランチとか、まあ、ボランチもあの高橋秀人、ダブル高橋がいるんで、よしきと、でセンターバックに高橋いる、高橋多くない。4人いるからね。高橋多くない。どうしたの。どうしたいや、まあ、名前はねもう、ね、3人ぐらい向こう入りさせるしかもうないから。そうですね、もうトスの解説は多分みんなやりたくないと思う。、ね、全部高橋で、韓国人の方も多いし、だって俺もあれだもん、最近サウジアラビアの分析さ、ワールドカップのためにしてると、アルなんとかばっかでもう分かる。ナンバーってもう背番号で呼ぶよね。チームもアルアハリですからね。フェルナンド・トーレスの場合さ、イケメンじゃん、でフォワードじゃん、あの前線の選手に接近かけてもユニフォームとかグッズ代とかそういういろんなところで回収できるんだよ。なるほど。やっぱ後ろの選手ってちょっとマーケティングが厳しいんだと思うんだよね。それじゃあ J リーグのレベルが上がらない、だけどやっぱそう、綺麗事じゃないから、自分が経営者だったらさ、5億使ってさ戻せないんだったらさ、使わなくない。僕はバティストゥータを取ります今。コロッと変わったじゃん。バティストゥータを取ります。バティストゥータに関してはね、もうポロの選手とかになってるからね。ちょっと違う感じになってると思う。そうですね、そのトーレスが来るのは嬉しいです、見たいと思う。だから吉田豊が超頑張るしかない。確かに、豊が身長伸ばして、そうそう、センターバックをやって、もうクローン、吉田豊クローン化計画。時代も時代ですから、頑張ってほしいですね、子供3人いますから。そうそうそう、どん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 吉田豊、だって俺吉田豊一人呼べば、あの代表のね、もう今からじゃちょっと厳しいかもしれないけど、両足使えるでしょあの人、だからサイドバックの控えを1人にして、その分前線1枚増やすっていうふうに俺はね思ってるから。これずっとおっしゃってますからね。そうそうそう、だからそういったところでね、豪徳とか宇賀神とか使ってたけど、遠藤とか、俺は吉田豊を呼んどいた方が長友の代わりもちろんできる、右もできる、で高さが欲しいときは普通にあの牧野とかをサイドバックにやるみたいな。メジャーリーグサッカーの悪口書きますいっぱい。悪口で、それが多分フェルナンド・トーレスに届くんで、ツイッターやってると思うんでね。あ、ツイッターでね。あれ、こんな情報もあんのか。フェルナンド・トーレスにさ、であとトスの美味しい店とか、イバルボ定食とかを教えて。トーレス定食もできるかもしれない。ですね、できますね。トーレス定食っぽくないね。かトーレスセットっていうハンバーガーとか。そう、トーレスサンドとかさ。スペインか。そう。スペインだったらトーレスパエリア。スパニッシュ。あ、いいっすね。トーレスの顔の形にさ。なるパエリア、いいっすね、貝殻とか。だからこういう風にトーレスによって経済効果生まれるから、やっぱいいんだよ。やっぱスペインのさ、後ろの方のさ、地味な選手ね、ね、モンレアル丼とか食う。食う、僕は食う。食わないだろモンレアル丼。ガビパスタみたいなさ。ガビいい選手ですよ。ガビパスタとかさ、なんかコケロールとかさ、やっぱイスコとかの方がいいな。そうそうそう、そう考えたら、そうなるとやっぱフェルナンド・トーレス、点も取る、金髪イケメン王子ですからね。そう、トーレスセットさ、トーレスセット850円でいけるよ。サイゲムスさん、もう1億。もう1億。6億なら。そっか、だからユベントスとのつながりで取ってくれじゃん。だって楽天のつながりでさ、今ね、イニエスタをやってんだから、ユベントスから、誰だろうね、ディバラ。ユベントス、ディバラのバラドン。バラドンいいじゃん、バラドン。ユベントス、サガントス、ほらちょっと音もいいですね。ユベントス、サガントス、レアルマドリドでいいじゃん、このレアルきついかな。一回サガントス来るときついかもしれないけど、でもパウリーニも一回中国行ってバルサあるから、いいですね。後方だったらキエディーニだね。キエディーニ、キエディーニ、吉田豊の左怖いよ。あー、やばいな。イタリアンマフィアとジャパニーズマフィアのあの感じで、トーレスでいきます。もうトーレスが欲しくなってんじゃん。トーレス来て。俺はユベン、だからもうサガントスの後方はキーパーブフォンで、右から、デシェイリオ、バルザーリ、キエリーニ、
吉田豊すげえ吉田豊すげえそれ吉田豊がイベント行った方が早いです。吉田豊が頑張ってユーベ行った方が早い、うん、でアンカーにピアニッチ、あらケディラマトゥイディドグラスコスタ、いやいクアドラクアドラですね、うん、でトップに田川田川すごっ2人がユベントスにサガントスにそれじゃなくてそれは大変だユベントスまでは大変だそれはもう金ではなんとかなんないからそれはユベントスのいろいろスカウトとかいろんなところを超えなきゃいけないけどただ逆だったらサガントスとサイゲームスが頑張るだけでこっそりねどんなに書き入れないで会長アニエリサガントスの会長イベントスの限界長何じゃあもうサガントスの内陣が全部崩れるわけですかだけどサガントスその代わりよ吉田豊と田川はイタリア語しか喋っちゃダメだよきちそれはもうね吉田豊あの風貌でイタリア語話したら、うん、むちゃくちゃかっこいいですねむちゃくちゃかっこいいなんかこういう帽子かぶってるハットとかかぶってね、うん、そうそう赤いねハンカチをこうかぶっていいっすねで奥さんと仲良く子供3人とそうすげえいいパパだな、まあ、そんな感じで吉田豊頑張ってください、うん、本気でサガントス改造計画考えました戦術的に考えましたんで全然ですよポケ散らかしただけですよ神戸にイニエスタが来ると本当ですかイニエスタ上陸ですよ来るんすかうんイニエスタ第4形態が最終ですかそうそうまだあるクーラーならもう一個ありますねフリーザなら4フリーザーならフリーザの兄貴のクーラーならもう一個あります、ね、俺シンゴジラで語ったうわ危ない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 最後尻尾からちっちゃいイニエスタいっぱい出るいやこういう気持ち悪いイニエスタが来た時の神戸をねどういう風にイニエスタを使っていくのか神戸はもしかしたら出るとこないかもしれないですから、ね、そうだよ神戸今神戸ハマってるかもしれないそうそうそうだから取ってね加藤くんみたいな感じでねずっと控えみたいなねあれは何いやなんでちょっと考えましたイニエスタの使い方、はい、まずですねこれは広島戦の布陣直近の試合ですね、はい、広島戦の布陣こんな感じですおそらくこのフォーメーションであろう、はい、ポルディが怪我してたんで、まあ、トップ下に、ゴーケで右に若手佐々木、まあ、この辺が入ってて大丈夫そうでそれでですねこれ色分けしてるのはまあイニエスタが基本使われるポジションどこだろうっていうところで、まあ、トップ下にポルディ使われるとしたら左の、サイドハーフで今 4-4-2 でねバルサで左のサイドハーフやって、はい、中入ってきてゲーム作ってるんで、まあ、この、渡辺一馬は前飛び出していってるけど、うん、右で佐々木がやってる役割を左でイニエスタがやるんじゃないかっていう。で、三田のところにしてるのは、まあ、左と右藤田と三田の場所が入れ替わって、はいちょっと上がり目のボランチっていうか、うん後ろで、攻撃司りつつ時々仕掛けて、このトップ下の選手がバランス取るみたいな、はい、っていう形なのかなというふうに見てて思ったんだよね。で続いてですねポドルスキーがいる試合を見ました。それがこちらです、はい、川崎戦。三田が右に使われるから右にイニエスタってことはないだろうけど、うん、まあ佐々木のところにイニエスタ入るかこの三原って選手のところにイニエスタ入るかっていう。でも三原くんはガッツがあるんで、うん、ただね三原くんのガッツでイニエスタに使う32億を不意にできるのかっていう。32億の年俸を超えるガッツある。三原くんの息子僕と髪型一緒なんでより信用できなかった。マッシュルームカットなんだっけさっきエピソード見てたの。三原のやつマッシュルームカットにして、うん、ちょっと息子がその記念に残ったその写真とか見ると、うん、ちょっとこんな髪型だったんだっていうのを、うん、めっちゃかっこいいよ、うん、って褒めることでガッツでごまかしたガッツなんですね。かっこいいよそれ。息子が物心ついてないからイケてるやつ。そうですだから息子が物心ついた時にマッシュルームやばいなって思うのを、うんいや、デンバリです。それでなんとかなんのかっていう話ですけどね。はい、なんで、そこでですね、こういう使い方なんじゃかっていう話したんだけど、はい、見てたらあの神戸バルセロナ化しようとしてると後方からボールをつないで、はい、ただ後方からのビルドアップにすごい問題があって、うん、これがイニエスタが出ることによって解決するかどうか分かんないっていう問題になるんだよね。そこじゃなかったとね。そうそう。だからそこを話していきます。この画像をご覧ください。はい、はい、こちらはですね広島対神戸の、51分だよね後半、はい、51分のシーンでここサイドバックにボール入ってる、はい、これですね、センターバックからこうボールが出たんだっけ、はい、もうこう中からボールが入ってきてこれでですねこのサイドバックの選手はこうパスを裏にね広島のサイドバックがちょっと前出てたからこうパスを狙ってゴーケ君ここポジションチェンジしてたんだね、はい、じゃあこうゴーケ選手の方がこう走り込んでたと、はい、でこれ多分約束事だと今のバルセロナでもそうなんですけどサイドバックが相手のサイドハーフより高い位置を取った時、はい、その時とかはここにボールが入った時にサイドバックが出てくるんだよ相手が。はいはい、そうそうそう、相手のサイドハーフが戻りながらの対応になると遅れちゃうからサイドバックが前に出てきてそれによって空いたスペースに内側から走ってくる。だからセルジロベルトとデンベレの関係みたいな。これを、まあ、今の神戸もこの状況になると何回もやってたもんね、はい、だから多分サイドバックが持つととにかく蹴る。そうだから約束事だなっていうふうに思ってて、ただこの場合はサイドバックの位置取りがちょっと低すぎたからサイドハーフで対応できるから
サイドバックは飛び出してこなかった。そうですね。だけどその約束事だけもしかしたらこれちょっと怪しいのが、あのサイドバック、相手のサイドハーフより高い位置にサイドバックがいてボールが入った時にまで決めてないかもしれない。そうですね。サイドバックに入ったら出てくまでこの辺がちょっとね緩いんじゃないかって俺は思うんですけど、まあその辺は吉田監督にインタビューしないとわからないんで、選手の判断でやっちゃったかもしれないから。吉田監督ですか。吉田監督電話でいけんだ。ちょっと半端ねえ人脈。今時間も時間で、なんでお前今日ここいるんだって。なんでここで裏走ったところに出しちゃったんだよこれ。このままね、うん、ルール通り蹴っちゃった。でこれ出すとなんでいけないかっていうと、これハリルとかがだからやらせなかったことなんですけど、これセンターバックの間にボランチが降りていって、サイドバックは高い位置取るでしょ、はい、あのボランチ降りてっていうか中スカスカなんですよ、はい、だからここでこう狙ってカットされて一気にここ運ばれちゃった。そこでもう持てちゃうわけですもんね。そうそうそう、だからここで裏に確実にいけないときは一旦戻さなきゃいけない。なんならここで中に入れて藤田に渡せばよかった。そうで、ここで藤田がこう上がってきてたから、本来ならここで戻すことによって擬似的なポストプレイみたいなんだよ。こう戻してこっちの展開もあるみたいな、はい、なんだけど、そこでこのね神戸のサイドバックの場合はどの選手でも結構ボールを早く離したがったりとかして、小川ぐらいかね、あのボールは小川圭次郎は持ってましたね、うん、そうそう、ティーラトンがいる時も橋本がいる時も、この試合は橋本だったかもしれないけど、はい、まあどっちにしてもサイドバックのそこの判断っていうのがちょっと神戸の場合は戻すのか裏に蹴るのか中に出すのかっていうので遅い、そう遅かったり悪かったり判断が、そうそうそう、そういったところでサイドバックって結構なんていうの、技術の優先順位低く思われがちだけど、ね、今はねプレスをはめられた時にここでどうかわすかっていうのがすごく重要なんだよね。それがうまいのが車屋くん。車屋くんうまいね。確かに車屋は足元が柔らかいのか、こうプレス受けた時にさシンプルに叩けるじゃん、パッパッとね。そうそうそう、でいい判断で無理はしないし、だからサイドバックが突っかけて取られるって結構守備的には辛いわけじゃないですか。そうそうそう、運んでほしいの。あと高い位置を取りすぎてサイドバックとセンターバックの間が空いてて、そこに降りていく選手がいなくて、あのセンターバックはサイドには出せない、じゃあ中央に出そうって中央に出した時にもう中央のボランチは背負ってる状態、そうだ、相手の視野の中にいる状態で広島の選手に後ろからやられちゃうみたいなあったじゃん。ありましたね。そうだからサイドバックがそこでちゃんと距離感保つか、もしくは高く上がるんだったらサイドバックとセンターバックのこの間に降りていく選手必要。これをねポドルスキーやってんだよ。あ、だから、ね、分かんない人はポドルスキー下がりすぎって思うかもしれないないけど、はい、あそこでボランチの選手行かないからポドルスキーが下がって、でも三田がボランチ入ってるとその分三田が上がってっていういい関係があるから、これができてるわけですもんね、ちゃんと。そうそう、だからセンターバックとサイドバックが、間空いてる、じゃあそこに、中盤の選手が下がってきてビルドアップする、もしくはセンターバックの間空けてそこに今藤田がこう取ってるみたいに下がってきてそこから散らすみたいな、うん、3人でそういったあのチームとしてのこの連動プラス、そのボールがそのフリーの選手入った時に縦に急ぐのか、ちゃんとフリーの人を見つけて出すのか、これがねセンターバックの場合、チョン・ウヨンですね。チョン・ウヨン以外の選手が結構パスミスが多いんだよね。チョン・ウヨンはねボランチの選手なんで、あのパス球出しがうまいんですけど、そうだから今ねイニエスタが来た場合、まあボランチのところでねそれで、はい、あのうまくキープとかしてくれるんだけど、やっぱりサイドバックの選手の判断とセンターバックのパス精度、それがつかないと普通にイニエスタもねパスの出しどころがなくて取られて、そうですよね、イニエスタ微妙じゃないみたいに思うシーンが増えるんじゃないか。こんなに技術があろうが人が動かないと出せないわけ。そうそうそう、だから三木谷さんにはぜひともサイドバックとセンターバックに、まあ俺らが見た試合がすげえ調子悪いんじゃなかったらここにお金を使わないと、ユースからやってきた人たちじゃないからちょっと厳しいのかもしれない。だからポドルスキーがずっとお前今違うだろみたいなずっと怒ってて、ぶち切れてましたもんね。そうそう、だからそういったところで、だからポドルスキーいるとこのセンターバックとサイドバックの間で受けてボール持ってこの逆サイドのフリーの選手にサイドチェンジして、相手がこう特にね広島なんかゾーンで寄ってるから、はい、一気にそこから運べたりとか、しんどいですよね、また左右散らされて。そうそう、イニエスタとかでもそれできるし、それが両サイドバックでサイドチェンジできたらすごくいいし、そうそうそう、だからね川崎戦とかさ、揺さぶって最終的にはさ、クロス弾いたところを三田のスーパーゴールあったじゃん。ね、あれとかも押し込めたからできるから、はい、押し込む上では視野の中でボールを受けないとか、サイドバックがちゃんと高い位置を取って、で高い位置を取るときもちゃんと中盤の選手を降りてくるとか、そういったメカニズム作んなきゃいけなくて、これ俺らは簡単に言うけど選手たちはそれをピッチ上で常に判断しながらやんなきゃいけないから、はい、そういうサッカーをきちんと落とし込む練習をできてるのかどうなのかっていうのと、それが今からすぐできるのか、だからやっぱり広島のサッカーとか FC 東京とかは 4-4-2 でブロック作って早くカウンターしてとか、はい、すごく効率いい、わかりやすいサッカーしますよね。そうそう、この
お互いがねこの何シナプス繋がってなくてもすぐ行ける感じで、はい、今やってることすごい神戸志高いんだけど、そのためにはやっぱりねやっぱりもう必要だし、だから前の選手たちも別にプレス体勢が高くないじゃん、後ろからガン来られたらさミスってセンターバックに戻してそこからカウンター食らったりとかするじゃん、だそういうところで、まあ、イニエスタだったりポドルスキーが共演できるのはすごくいいんだけど、ただそれによって周りの選手がじゃああの人たちキープしてくれるからポジショニング雑でいいかって言ったらそうじゃなくて、うん、逃げどころを作り続けて押し込んで押し込んでってやんなきゃいけないからってなると、この一番ねビルドアップの時に前を向いて斜めにパスを入れられるサイドバックのポジショニングが常にこう曖昧っていうかそこじゃないっていうところが多かったり、はい、タイミングが違くてポドルスキーが怒ってるみたいな。そうですね、うん、ポドルスキーあとイニエスタ来たら、うん、年俸ね、ポドルスキー6億推定6億、イニエスタいくらでしたっけ、32億5000万です。俺はイニエスタの5分の1かとなってしまいます、ね、うん、イニエスタを本当に生かすためにはどこのポジションをはめるよりもちゃんとビルドアップの時にサイドバック上がる、そこにボランチ下がる、センターバックが開くボランチ下がるみたいな、はい、その辺のメカニズムを作るのがまずは先決かなっていうふうに、そういうのも教えてくれると思いますしね、うん、その積極的にこういう海外の選手を呼ぶことって、うん、そのそう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 いいことだと思うんですよ。イニエスタはこれの言っちゃえばこれをさ10歳ぐらいの頃からやってるわけでしょ、彼さんで、うん、だからもう体に染み込んでるわけですから、多分頭で考える前に体が動いてるタイプだから、うんうん、それを今から落とし込んで頭で考える作業をやりながら最終的に身についていけばいいと思いますし、だから絶対、今の神戸の選手は、向こう4年移籍禁止です、うん、はい、全員そうだよ。だからイニエスタに育てられるゴーケだったり佐々木だったりとか、そう、若い高卒の、うん、ポドルスキーだったりとかね。ポドルスキーもう育たないですもう33もう育たないはないでしょ、もう33育たないはないでしょ、あとはもう左足がもうどんどん強くなる、左足が太くなるだけ、だ最終的にはねもうどんどんバルサ化するって言ってるから、はい、うん、だからこうね、まさかキーパー手足で、ね、まさか、うん、で左サイドジョルディ・アルバ、あらで左センターバックウンティティ、誰が残るんだろう、で右ピケ、はい、で右サイドバックセルジ・ロベルト、はい、で左の、センターハーフがブスケツ、ラキティッチ、あらで左がイニエスタ、イニエスタ、うん、で右がまあデンベレ、はい、で、トップ下がメッシ、はい、でフォワードがスアレス、いやバルサやん神戸の選手おらんやんバルサやん、うん、で控えにポドルスキーでやばで監督吉田監督でできますできます、吉田監督はイケメンなんで、吉田さんを産むんじゃなくてそのチームなら多分俺でもやる清潔感のある家ながらなんてできます清潔感のある家長、はい、家長もありますよ、家長はね常にウェッティですけど、で全員年俸30億以上だからね、三木谷さん頑張ってください、黒柳さんみたいなそれがまあ高須委員長ばっかりしてるんです、そうだ高須委員長でね、高須委員長マジでサッカーチーム作ってほしいですね、うん、あそうだね、そうだよ高須委員長が作ってくれたサッカーチームでね俺らを雇ったしかね、そうですね、そう僕あの水運びます、あ本当。じゃ俺あのね、動かないフォワードやるわ、監督やれなんで監督やらないんだ点取らない動かないフォワード、もうゴミじゃないですか審判以上に石でもすげえ怒るよ、マジっすか、なんもいらない、そいつ何億もらってるんですか、そいつ32億5000万、いやクソやろなんでイニエスタとため張ってるんですかそいつで引退して日給6000円の生活するから、いやそういう J リーガーいっぱいいるよそういうアフターケアもちゃんとしないから J リーガー目指す人いないんだよ、そうそうそう、今週も楽しかったな、レオザフットボールでした、サラザフットボールでした、バイバイ。